ちょっ、こんにちは。さあ豊さん、はい、今年新しくなったのは選手だけではありません。監督、コーチ、俺の車も新しくなった。あ、来ました。もう来た。いつ来ました？いや、去年。あ、もう去年来てたんですね。熱乗車場でちょっとこすってさ、そう、家のいきなりいきなりいきなりピーって線が入ってた。そう、どうしました？いや、そのほっといて直しましょうよ。いや、直しすって言っても、うん、その部分的に直してもちょっと目立つかもわからない。あ、まあ、ちょっと様子見ましょうみたいな。何の様子見てんだろう。分かんない。どんどんそこから錆びていっちゃう。いや、それは錆びないって。あ、大丈夫ですか？って言われたから、うん、じゃあ豊さんの車も新しくなったと。そういうことで、はい、今日はですね、はい、今年加入の新しいコーチ陣、はい、まあ、そのコーチ陣を見ながらこのチームはどういうふうに変わっていくか、どういう影響を与えるかっていうのをちょっと見ていきたいなと思うんですけども、ね、はい、まあ、あの監督が、ね、変わればやっぱりコーチ陣も新しくなりますし、もちろん既存の今いる監督が新しいコーチを呼ぶということもあります。もちろんね。例えばやっぱりすごく目玉だったのが巨人、投手コーチ、それから打撃コーチ、はい、新しくなりました。投手コーチはね、はい、青野、はい、入ったけども、うん、久保っていうのも入ってるんだよね。あ、同級生なんだよ、はい、まあ、原監督とも同級生なんだけど、はい、久保の評価高まったね。それはどんなところ？やっぱね、教え方だって、外国人とか含めて、はい、なんかね、パッと言ったらそれがなんかこうハマっていくというさ、うん、やっぱ、ね、経験の長さもあると思うんだけども、はい、久保コーチはね、本当によくやってくれたよみたいな。あれ、久保コーチってメッセとか、うん、あ、そうそうそう、阪神のメッセンジャーコーチとかを、で、アーノはって聞いたら、はい、いや、アーノはこれからでしょ、これから、やっぱりこうシーズン中試合ベンチに入って、そうですよ、ね、でそれでどういうことをやっていくかっていう、アーノはね、理屈では負けないわ、理論では。だからそこら辺での説得力は持ってくると思うんだよ。だからすごくバランスの取れたというか、うん、いいコーチが入ったなと思う。で、まあ、去年は桑田投手コーチでしたけど、それが、まあ、あの天野投手コーチだったに変わって、実際に試合の中でのその投手の何か変化って生まれてくるのか。やっぱね、ゲームで若手がバンバン投げてるっていうのはあんまりなくて、はい、赤星だよ、変わったのが。赤星投手、うん、赤星がね、やっぱりいいシュートを投げるようになってる、うん、だからまあここら辺もアドバイスだろうね。勝ちたいと思ったらシュートを投げなさい、はい、ブルペンももう真後ろで見たけどさ、はい、いや、いいシュートを投げるなと思った。それやっぱ天野さん もうそうだし、まあ、久保コーチのアドバイスもあったかもわからないけど、はい、そうだな、合わのかもわからないね。試合になってくると、例えば投手交代だったりとか、そのブルペンとの連携とかって、やっぱその投手コーチによって変わってくるんですか？いや、それは全然違うよ。もう我慢したいタイプのコーチなのか、はい、ダメだったらもうバーンと変えるコーチなのか、うん、それはやっぱコーチの考え方とか、はい、まあ、そういうので変わるし、決定権は監督が持ってるから、うん、監督が言うよね。あ、そう、変えるって言ったら、うん、はい、用意できてますみたいな、うん、そういうことだよね、うんうん。あと桑田コーチは、例えばピッチャーが降りてくると必ずベンチで1イニングずつ声かけたりとかしてましたけど、天野さんは、いや、天野も見てるとオープン戦だけども、はい、投げ終わったピッチャーに寄ってって、うん、一言二言だよね、うん、まあ、あんまり多くは語ってないけども、はい、まあ、ちょっと気がついたところは言ってるっていう感じ、うん、桑田はちょっと長かったけどね、話がね。そうですね、え、楽しんでるみたいな、そんな感じはあったけど、ね、まあ、だけど天野は一言二言言って、うん、スッと引いてるよね。あと打撃で言うと、やっぱ大久保コーチ、デーブはね、すごく理論を持ってるんだよ、うん、でももう本当に基本中の基本、はい、振ったもん勝ちっていうのがあるんだよ、彼の中で。振ったもん勝ち、バットを練習でとにかく振ったものが生き残るっていう、もう基本的なものを持ってるんだよ、はい、細かいことももちろん理論があるよ、デーブはね、いろいろ話をしたら、まあ、だけどとにかく振らすという、うん、もう運もなく振らすという、だからアーリーワークって朝7時から振りに振らしまくったじゃない。そうですよね、まあ、その結果若手が意外といい結果を残しつつあるよね、はい、うん、だからこれはもう熱量だな、デーブの、うん、ベテランは別として若手にはいい注入になってるね、うん、あとは例えばホームランの数が昨年より増えるとか、どうですか、デーブさんは。ピッチャーにもよるけどな、まあ、相手ありきですもんね、うん、だからそうだな、まあ、巨人といえばね、うん、ホームランで勝つ野球っていうのが基本にあるけどもね、はい、まあ、でも中田翔とか岡本もそう、丸とかも順調だと思うしね、はい、まあまあ増えるんじゃないの。
お去年可能性としてはね。じゃあそのあたりが巨人が去年とのまた違う巨人を今年は期待できる。まあとにかく振ったな、まあ、すごかったですからね、ハリマークで振ってたみんなヘトヘトになってたの昼頃にはもう練習中やけど、そうです、ね、だからそのぐらいは振ってたという、うん、だからもう結局俺もそうだけど、やっぱバットって振った人が勝つ感じはするよ。でやっぱ裏付けができたよね、あれだけ振ったという。はい、だから自信の裏付けっていうのは打席に入って大きな支えになるしさ、うん、そうですね、まあ、そういうのを若手は与えてもらったから、うん、で自分たちで作り上げていったから、うん、このキャンプはね、はいはい、さあ続いて日本ハムです、はい、日本ハムは、森本ひちょりコーチと、はい、あと八木コーチ、はい、来ました。ひちょりお前怪我させとったらいかんやろ、外野手2人、あの磯畑選手と浅間選手大丈夫ですかね、まあ、そこら辺のフェンスの距離の取り方とか、うん、教えてあげないとね、まあ、教えたとは思うんだけど、はい、まあ、必死っていうところも、ね、まあ、そうだね、まあ、一人も、まあ、1年目だしね、はい、教えながら学びっていうのはあったと思うんだよね、うん、でもその中でもよくやってたと思うしね、うん、テレビでしか見てないけども、うん、まあ、一人の動きとかは、まあ、精力的だったしね、うん、気持ちのいい性格というかさ、はい、してるから、まあ、ノリのいい選手を育てていくのかなというふうには感じるけどね。あの新庄監督の直々の弟子って言ったらおかしいですけど、師弟関係じゃないですか、まあそうだね、だからやっぱりより新庄監督の性格も知っている、そういう意味で選手とのこういい橋渡役みたい なまあまあそれはあると思うんで、うん、まあでも一人は厳しいから、そこら辺はね、はい、だからそんなダラダラはしないと思う、うん、きっちり節度を持ってそこら辺の接し方っていうのは多分すると思うけど、オンとオフがあいつははっきりしてんだよ。あ、分かりやすくていいですね。いやもうベンチで、選手の時なんかベンチの中で、うん、こいつふざけてんなと思ってて、うん、なあこいつ真剣にやってんだろうねでもまあ盛り上げてくれるしなとか思いながらこう、はい、でいきなりこう使うじゃない、うん、永田監督が一人用意させてくれって言って、一人行くぞとか言ってたら人間変わるんだもん。おお、すごいですね、使う冗談一言目、いやいや、今までお前言ってた他の選手は置いてきぼりになってんじゃねえかみたいな、一人で、ね、もう別世界行っちゃうんですね。だからもう、もう行くぞって言った瞬間に一人だよ。おお、変わるんですね。一人になっちゃう、一人になる。いやいや、本当にもうそのぐらいこうオンとオフがはっきりしてるから、はい、だからまあ、そこら辺のメリハリっていうのはしっかりつけさすんじゃない。野手どんな風に変わってくると思いますか、去年より。はつらつとするだろうな。あ、だから日本ハムが強かった時って、はい、稲葉、うん、新庄、ひちょりってグラウンドに散っていってたけど、呼び出しでね、もう本当に気持ちのいいぐらいの全力疾走で行ってたよ、はい、強い時ってやっぱそういう隙は見せないんだよね、うん、だからそういう選手を多分ひちょりも作ると思う、うん、だからそれは楽しみに、エスコンフィールドだし、はい、今度からね、だからそういう意味ではこう解説の席からバーンとこう散っていく選手の姿がどうなのかっていうのをまず見たいよね。まだ30日ですね。そうそうそう、まず真っ先に、うん、さあそして八木さん、新庄さんと一緒に阪神、はいはい、まあ、バッティングも成長してるな、みんな。それやっぱその八木さんの効果っていうのも、まあ去年あれだけ使ったっていうこともあるし、八木が入ってきていろんな選手を見たと思うんだけど、その効果ももちろんあるよね、うんうん、だから清宮なんかさ、はい、なんかここら辺の高いキャーンって打ってさ、うん、ホームランにしたりだとかさ、万中、はい、万波、はい、もうなんかこう変化球追っかけなくなってるからね。 あれ去年全部振ってたのになっていうのを、はい、全部ボール球見逃してストライクを打ちに行ってホームランとかさ、はい、だから結構やっぱそこら辺の頭の整理というか、うん、そういうものはできてきたかなって思うよね。それが八木の効果かどうかは分からないけども、はい、でもやっぱり八木の効果っていうのもあると思うんだよね。そうですよね、うん、意識の変化って大きいですもんね、うん、だからまあ彼は代打の神様って言われててね、はい、まあもちろんレギュラーの時代もあって、うん、ホームランも結構打ったりとかもしてたんだけども、はい、でも代打の時が生きてるかも分からないよね。そうです、代打で1球ボールを振るとさ、もう局面がガラッと変わる、不利になる、うん、だからやっぱストライクとボール、この見極めをしたら、ボールを見極められたら絶対チャンスが来るからっていうような話もしてるんだと思うけどね。それは今いい感じに選手たちに浸透してるっていうところですね。まあ、それと4番というね、重責を任される野村、もうこのバッティングもセンター中心にね、いやホームランだけじゃないよっていうような、まあ、そういうことも言ってるのかなと思うよね、うん、じゃあここまではいい感じに採用してきてるってことですね。いい感じで来てると思うよ、うん、さあ続いて中日、はい、和田コーチが
来ました。あ、やっぱり変わってきたでしょ、バッティングが。特に右バッターが変わってる。じゃあ和田さんですよね、ブライトとかも。あ、ブライト健太選手、はい。まあ、まあこれはやっぱり2軍でね、おそらく片岡監督とか中村典弘とか、まあいろいろこう言ったと思うんだよ。だからやっとここに来て開花しそうになり、でベンチャーの味付けがあって、ああいうホームランだとか出るようになったのかなって思うよね。あの和田さんはどういう教え方というか、どういう風にしてるんですか？まあ、自分が現役の時の理論は聞いたことあるんだけど、それを多分当てはめてないんじゃないかなと思う。選手個々で、もうそれもそうだし、ベンチャーがやってた時の時代と今の球種とか球速とか、まあ、全然違うしね、はい。だから立浪監督が求めてるバッティングがどういうものなのかっていうのを話して、その中で教え方をしてると思う。だから細川が変わったもん。DeNA から来ましたよね、はい。やっぱ構えから何からこうシンプルになってさ、それでなんかすごく結果を出してるよね。 DeNA にいた頃とやっぱ変わってきた。 DeNA は変わんな、もう飛ばしますせみたいな、打ちますせみたいな、うん、そんな感じだったけど、なんかシンプルにスッと構えるようになったよね。あれはね、やっぱベンちゃんのアドバイスかなっていうふうに思う。じゃあ和田コーチが来ることによって、実際試合が始まっていくと、例えば打撃の面でも、まあ、なかなか打てないと、バンテリンで、どう変わっていきますかね。あそこでね、長打っていうのはなかなか難しいけども、やっぱつなぐという意味では、うん、はい、いろいろ打球方向だとか打っていく方向だとか、はい、それはやっぱこうちゃんとしっかりミーティングをしてやらすんじゃない、うん、点を取るためのバッティングという意味ではね。だからベンチャーの話ってさ、はい、やっぱこうスッと入ってくるんだよね。で無理なことは言わないんだよ。無理っていうか、無理じゃないな、これだけやってほしいってお願いの時はすごくお願いが感じられるコーチなの会話の中で。わかりいいです、わかりやすい、わかるでしょ、はい、で選手の考え方っていうのを尊重しながら、それは違うって言った時には尊重した上で軽く否定するんだよね、多分話し方が、はい。でやっぱ人がいいよ、わ、うん、かるでしょ。わかります、だから聞き入れやすいんだと思う、選手も。特に若手が多いじゃないですか、やっぱり中日で、うんうん、なのでそういうコーチがいてくださると、すんなり、あ、そっか、そうだね、聞こうって。もうベンチャーの笑顔なんか最高だから。最高ですよ、そうそうそう、現役の時からそうですよね。そうそうそう、だからまあいいコーチだなと思うよね。あ、中日もいいコーチが、そうだね、ね、今年入ってきましたね、はいはい。さあそして阪神、まあ、はい、阪神は監督が変わったので、はい、必然的にコーチもたくさん変わりました。もちろん中でも豊さんどうですか、注目するコーチ。やっぱ水口だな、はい、評価はね、うん、冷静だよ。でね、やっぱ岡田監督がやりたい野球っていうのをよく知ってる。だからね、無駄に話さない、ポイントポイントでこう見てると話していってるし、で岡田監督の野球をものすごい理解してるから、ここら辺はやっぱスムーズだよね。まあ、意思疎通がね、もう一心伝心のようにできてるから。だから岡田監督が口を開く前に水口が言うというね、まあ、そんな関係になってると思う。あ、いいですね、そのコーチ。だから岡田監督は楽だと思う、もう分かってくれてるからね、うん。まあ、分かってくれてるって言ったら、2軍の監督やってた昨年まで、はい、平田勝夫という2軍監督も、ね、はい、上のヘッドコーチになって分かってると思う。まあ明るいしね。そうかね、この番組でもカツオちゃんカツオちゃんってカツオちゃん、ね、ゆたさん言ってる、うん、だけど2軍の時はえらい厳しかったみたいだけどさ。あ、そうなんですね、うん、明治だから。明治ってそう結構厳しいですか。明治はね、昔の明治って島岡監督って、はい、ね、負けたら寮まで走って帰れとか、うん、朝4時に起こされてランニングだとか言われて走らされた時代の選手だからきついですね。あので枕持ってね、遠征、遠征の時、はい、枕は島岡監督が枕が変わると寝れないっていう、はい、だから常に枕、油ギトギトの油ギトギトかわかんないわかんないだけどそのぐらいの感じで、もうとにかく敵県制裁というかさ。そうなんですね、あ、まあ、そういうもうエラーしたらやってばーみたいな感じ。ただ今、ね、一部に上がってきて、やっぱりこう岡田監督も立てなきゃいけない。だからそういったことはね、はい、知ってないけど面白いコーチだよ。そうなんです、うん、そういったコーチが今回、まあ、阪神に入ってきたこと。いや、今岡でかいよ。あ、そうだ、今岡さんもそうだ。今岡はね、俺はいいコーチだなと思うのは、うん、ちょっとね、俯瞰で見てるんだよ。それどんなところで感じます？立ち姿でわかる。で、遠目から見てる。あえてこう寄ってってこうだこうだって、うん、もういちいち言わない。俯瞰で見てて、おそらくだよ、
悪いところだけを見てるね、うん、あいや悪いところだけっていうのは悪いところだけ探してるんじゃなくて気になるとこですよね、うん、こうやったら崩れるなこの選手はとかいいところはあって、はい、こうやったら崩れるあだからここをこう直せばすぐ良くなるっていうところをじーっと一人一人を探してると思う。だから言葉はあんまり多くないと思うけども、はい、俺はねそういうコーチが一番できるコーチだと思ってるから、はい、今は可愛いコーチになるよあれ。あそうなんですねと思う俺は。しかもあの今岡さんがまだ若いですよね、うん、だからもう俯瞰でこうやってまあ隣にいたら話しながらだけども、うんはい、よくずっと目を凝らしてる。あのねコーチってね何でもやっとかないと、うんうん、なんか仕事をやってないようなで周りの見え方もやってないと仕事してないんじゃないかって見られる。今岡違うどしーっとしてるから。風格ありますね。ああまあそうだな、うん、風格って言えば風格かもわからないけど、うん、俺はいいコーチになると思う。阪神は例えばその平田コーチだったりとかあと水口コーチだったりとかっていうどちらかというと岡田監督に年齢近いコーチもいれば、うん、例えば安藤投手コーチだったりとか今岡コーチだったりそのいわゆるこの選手とそんな近くもないですけどそういったこうバランスがいいんですかね。まあそうだな、まあ、チーム作りっていうのはそのベテランがいて中堅がいて若手がいるというね、はいうんだからまあコーチ陣もそうだよね。うん、あんちゃんなんかピリピリしてたわあのベンチいやもう俺はゲージの後ろで外国人が投げてるの見てて、あ見てる時そこの時で、あんちゃんがいて、はい、安藤がねで安藤ってアテネの時一緒だったのあそうだったんですね。そうそうそうだからさこんにちはお前えらい硬いなとか言っていいと岡田監督がここにいるからああピリピリなりますよね確かにこれはどうなんだみたいなって言ったら、うん、はい、うん、えらいなんか硬かったけどやっぱピリッとしてるもうちょっと楽にやっぱ浸透するんですね岡田イズムというものが、はいはい、あとはロッテ、はい、ロッテ小坂さんあ小坂は昨年まで2軍にいてね上がってきた、まあ、選手のことをよく知ってるし、うん、まあ本当に抜群な守備を誇ってたしね、まあ、豊さんそうですよねショートで素晴らしいってもう素晴らしいよね、はい、だからそういったものを注入していってほしいけどね、うんうん、あとは村田だよ。あ村田さんそうですよね。村田その村田はやっぱホームランアーティスト、うん、で昨年ロッテがねやっぱホームラン長打がないっていうことで泣いた、はいまあ、そこをいかに育てられるかだよ。でも育てる素材もいないんだけどねホームランというあロッテ、まあ、山口っていうのがいる、はい、で今年で良くなってきてるよね、うんうん、であと安田なんだよね。なかなかねスタートダッシュがっていう、そうそうでも打ち方としたら悪くはないんだけどもね、うん、確率を上げていかなきゃいけないし、うん、その確率の上げ方だとか、うん、右バッターのホームランだとか、うん、そういうのを村田がどう育てるかだよね、うん、そこがロッテも課題なので村田さんにその長打力っていうところで、まあそうだね、期待っていうところですよね。そうだね、うんまあ、あいつなんかもう体は小さい、ね、タンクみたいな体してるけどさ、はい、でもタッパーはなくてあれだけのホームランを打てる選手だったからね、はい、ものすごくいいコーチが入ってきたなと思うよね。うん、だから頑張ってほしいけどね。そうですよね、はいまあ、あとカープなんかももちろん監督が新井さんになったのでーコーチ陣も新しいコーチが来たりとか藤井とかね、はい、藤井さんこの前選手交代の時に新井がわけわからなくなってきてるんだよね。いやまあ例えばあれをやってあれはこっちに行ってありますよね。ここにこれを入れてみたいな、うん、藤井が横にいてこうやって笑ってたけどねまあああいうの見ると微笑ましいけどね、はい、あまあ頼りにしてるんだろうね。そうですね、やっぱり新しい監督って頼りにする人を隣に置いてまあ心強いよねその方がね。そうですよね。まあまあでもそういったねコーチもね、はい、至るところで活躍をしてるというね、うん、あまあそういう姿がやっぱキャンプでも見えたし、はいはい、ただこれからはやっぱこうプロは結果の勝負だから、うん、教えたものが結果として出るように、うん、ね願わないとね。そうですね、はい、はい